どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードをやっていきたいと思います。続きからですね。今回が新しい章に入る感じだったので、まあやっていこうかなと。まあ、やっと未来ついたね。ここまで来てね。いや、どんな感じになるのか、まあちょっと雪国っぽかったんで心配ではあるんですけど、やっていきたいなと思います。いやに寒いなぁ。外を覗いてみなよ。誰もいないみたいだ。わあ、雪だ。真っ白。どうして？雪だよ。雪が降ってるんだ。ウィリアムはもう雪知ってるんだね。ついに着いたね。未来だ。おー、なんか王宮っぽい感じだね。でもこれ駅なんだよね。あれ？でもなんか時間巻き戻ってる感じだよね。ん？何？どうしたの？前人か悪人か、すべては過去、土に眠れ。記憶されるか、忘れられるか、すべて知らぬこと。さらば、ソロモン博士、あなたは過去になる。ソロモン博士。ジョン？ここはどこ？そうだね、急に変わったよね。未来に着いたんじゃないの？何があったの？ダニエルとウィリアムはどこ？アイアンカービン号は？そうだ、ソニックボーイに聞いてみようよ。反応がないね。ソニックボーイまでいなくなったの？ねえ、聞こえる？ソニックボーイ。おい、人の葬儀でそんな大声出すんじゃない。あ、じゃあやっぱソロモンの葬儀だったんだ。人間どもめ、最低限の礼儀も知らないのか。死者に花もないのか。なんという冒涜だ。フロイドさんね、それが人間という生き物なのか。葬儀って誰の葬儀なの。そんなことも知らずに来たのか。じゃあここで何してるんだよ。いや、こっちが聞きたいんだよな。どういう状況ですか。私たちもわからないの。うん、人間ってやつはいつも口だけだ。いいか、よく聞け、馬の骨ども。ここに眠るのは我が主、全能の創造者、未来の頭脳、知恵の体現者、世界で最も偉大になる科学者、その名もソロモンだ。嘘、またソロモン？うん、まただと。うん、俺らの知ってるソロモンは、
あいつだからな。なんか主と同じ名を持つ者がいるとしたら感謝すべきだな。あーそういうことね。さっき未来って言ったよね。ここは未来なの？ここは世の果て、時の島だ。未来の死者は皆ここに埋葬される。あれ違うところをワープしたってことか。悲しんでるところ悪いんだけど、私たち未来に行く必要があるの。弔いの言葉もないんだな。その上自分の要求を優先するとは。まあそんなことはどうでもいい。ここから南に行くと水筒がある。そうか、そこで船に乗れば未来に行けるぞ。ありがとう。あなたの名前は？うん、ようやく礼儀を思い出したか。ちょっと嬉しそうだけどね。私はフロイド、ソロモン様の永遠のしもべだ。ありがとう、フロイドさん。おう。ソロモンの名前がまた出てきたね。じゃあ、ソロモンってあれ、名前を借りてるだけなのかな？ここは無数の記憶があり、その一部は私より古い。もっともそれらを読みに来るものは現れないだろうが。はい。謎。でも、時の島って言ってたから、キノコ島みたいな感じだろうね。前回のね。日が戻るのかな？進むのかわかんないけど。ようやく終わった。さあ、街に戻ろう。明日はカロンが開通する日だからね。はあ！早く準備しないと、祝典を見逃してしまう。カロンが来るの？でもここに来てカロンの話が出るのもまた不思議だね。ジョン？え？誰？ハム船長、おめえらも早くしな。もう船出すぞ。フロイドはどうした？もうしばらく島で過ごすそうだ。かわいそうに。ソロモン博士を失って途方に暮れているんだろう。おい、あのボロ缶詰のことは放っておけ。もう怒りをあげなきゃなんねえ。特にジョン、戻ったら仕事がいっぱいだぞ。使われるのには環境としては一緒なんだね。用法言いたいだけじゃないのかな。あのちょっと聞いてもいい？質問は受け付けねえ。海賊の掟を忘れたか。財宝いっぱい、質問はなし。用法。なんで海賊と一緒にいるんだ。物ども出発だ。波をぶちかますぞ。うん。あ、でもこの人はなんか海賊っぽいね。D さん、ドアをしっかり閉めろ。風が強い。よーほーほー。今日は霧が濃い。気をつけろよ、船長。ひゃきゃきゃ。こっちもこっちで癖が強いな。第7章、世紀の変わり目。変わり目なんだ。おめえらついてこい。今日待たせちゃいけねえ。ようほう、シュパックよ。助っ人をつけれてきてったぜ。小せえのおさんだ。こっちのヒゲ野郎はジョンだよ。そうだったな、ジョンだ。頑丈な体、輝く目、ヒゲボーボーの働き者だ。いいか、シュパックの言うことを聞くんだぞ。こいつはベテランだ。私たちイザベルを探さなきゃいけないの。そうだ、シュパック。新人には優しくな。怖がらせたくないからな。ヨーホー。またミニゲームなんかな。
うん、船長の知り合いでも手加減しねえからな。仕事は勝手に終わりはしねえんだ。いいか、ここに配達する荷物がある。一つ目は未来ホテルのレナーテ、二つ目はアグアテ。こいつはエンジニアだ。この時間ならママジャズにいるだろう。最後のはちょっと大変だ。レッドロケットの外宛てだからな。なくしたりご配達なんかするんじゃねえぞ。必ず本人に手渡しするんだ。いいな、手渡しなんだ。そうだ、これをやろう。未来物流。いや、本当あれだね、何でも屋さんって感じだね。あ、なんか実績解除した。今からお前たちはランピー海賊団の一員だ。ああ、ここは何なんですか。あ、裏行けた。パーツゲット。上級パーツも確かにいるんだけどさ、普通のパーツも不足してるんだよね。仕事終わったのか。今からです。海賊という名の実はいい人たちの集まりみたいな感じなのかな。待って、ガチャガチャがある。あー、でも中身変わんないね。新魔王持ってるもんな。君誰。あ、退屈だ。陸の生活は同じところを回るだけ。一歩も先に進めないんだ。海へ出ればいいじゃないかって。はは、いい質問だ。実は船に酔うんだよ。もうお前ダメすぎるやろ。しかも泳いでんだよね、シュノーケルつけて。ちょっと話したくなるな。あんたたちも大地の子遊びに来たのか。えへ、俺は大地の子博士って呼ばれてるんだ。へえ、名前はアーチ。素晴らしい笑顔やね。え、信じられないって。いいかガキども、よく聞け。俺は大地の子誕生以来ずっとここにいる。このゲームを攻略しに来た人をたくさん見てきた。あー、なるほどね。だが俺よりこのゲームに詳しい者はいない。見てるだけってことか。クリアしたかって。えへ、まさか。触ったことすらないよ。まあまあまあ、言いたいことはわかるね。この人たちは？あら、ジョン、明日の発表を聞きに来てくれる？新種の果物をお披露目するんだ。試食もできるよ。新種ってあのクラブアップル。は？なんでここでクラブアップルの話が出てくるの？果物というが、あんなの食えたもんじゃないよ。クラブアップルは侮らないで、とても丈夫なんだよ。光はほとんど必要ない。地下でも栽培できる。まさに未来の果物だよ。未来にそんな果物しかできないなら、この列車はすぐ降りた方がいいかもね。え？ちょっと待った。これさ、え？ちょっと待って、これ過去に戻ってる。いや、過去なのか？ちょっと待って、船長、いや、船長見たことないもんな。なんでクラブアップルがここで出てくんの？いや、でも時の島だから戻ってる説あるな。まあいいか、配達行こう。とりあえず誰に話せばいいかわからんから、ガンガン話していこうか。ニッキー、未来の冬は永遠に続くよね。でも住民はそれを補えるほど暖かい人ばかりよ。酔った後は特にね。酔った後はね、あ、体はポッカポカしてるからね。ほい。あ、レナだね。あら、こんにちは。アットホームな宿、未来ホテルへようこそ。残念だけど、今日はもう満室よ。めっちゃ左のこう顔歪んでるよね。あなたはレナさんですか？あら、そうよ。私がレナ。何か用？お届け物です。私に？あ、きっと注文した新曲アルバムね。違った。ママからの年賀状だわ。でも届けてくれてありがとう。そんながっかりしなくてもね。
まあ、空いてないと言われましたが、宝があるかもしれないんでね。いろんな人いるなぁ。ここのトイレは入れるんだ。違いがわからん。鍵がかかってるか。いってー、甘いもん食べたら、あー、虫歯なのか。いや、歯医者マジで嫌いやからな。ママのパンは手作りの味、食べてみるかい？食べる。あ、マジでパンだ。黒パン、黒パン。硬いパン、その硬さは建築資材として使われるほど。それはカッチカチすぎるやろ。じゃあこれどういくんやろ。あ、普通のパーツだ。やったー。君は何？トークン買えるんだ。マジか。はい、さ、とりあえず30枚。買えるんだ、ここに来て。ジョニー、あ、でもジョニーのミサは変わらずなんだね。あなたの心を癒す武器を取り揃えています。癒せるかどうかちょっと謎やけど、ねー、コアだな。これ強かったもんね、この武器ね。ちょっと綺麗になった。で、最大までアップ。おお、ちょっと色が変わったね。うん、なんだかんだね、使い勝手が良かったからね。さあ、あとは、あ、糸。ここで本当に手術ができるの？手術？愚問だな。やっとたどり着いたんだぞ。この雪。このオラン、のろしの匂いかな？これと送信証明の未来だ。これじゃあ、普通の子供になれるってこと？あれ？サンダ。やあ、君たち。何を見つけたと思う？修理工場だよ。ダニエルの手術ができそうだよ。え、ダニエルは手術を受けるの？うん、でも、パーツが足りないんだって。だが、親方が足りないチップを注文してくれた。チップが届き次第手術ができるぞ。なんか違うんやろね。チップが届く。あ、ジョン、私たち届けるの荷物のことかな？あ、なるほど。はい。デッドロケットへいらっしゃい。あ、こういうことね。修理が必要ならまず予約してね。お届け物です。届け物？あれが届いたのね。親方、チップが届きました。やっぱりこれがチップだったんだ。入ってもらえ。入って、手術をしましょう。はい。おお、本当かい？よかった。ダニエル、行こう。うん。あの怪力は異常だったって言ってたよ。呪いって言ってたもんな。おい、何してんだよ。手術は終わりだ。アイアンカービン号に戻ろうぜ。ちょっと待って。ダニエルの性格が、うん、めちゃくちゃ変わってる。あ、ハッサンじゃないか。雪だるまかと思ったって。もう、最悪。この3人、最悪だな。このダニエルは最悪。ここで何してるんだ？それにしても、未来って寒いんだな。手術は？うまくいった？はは、うまくどころかバッチリだぜ。最高、ふう、馬でも持ち上げられそうだ。おい、ウィリアム、もう行くぞ。
来ないなら置いていくからな。絶対失敗だよね。ダニエルの様子変だと思わない？ああ、手術の後遺症かな。ミリアム、とにかくもう行くよ。じゃあね、お二人さん。このためにお金を集めてたってことなのかな。ねえ、手術はどうだったの？まずまずね、ただチップを急ぎで注文したでしょ。フィードバック回路に問題があったのかも。チップはロボットの感情を増幅させるものよ。でも感情は増幅させすぎること、ああそう、増幅させすぎるとロボットの感情表現が少し大げさになるの。あー、大げさになってんだ。あれは入れないんだ。ロケットあるよね。ロケットのマークか看板か、あれ。あとはバーだね。はあ、に入れるわけじゃない。あんたたちハムの配達屋だろ。歩道橋の向こうの列車基地だ。あんたたちが探してる人はあっちにはいないよ。あ、じゃあこっちですか。宝の音が気になるね。なんか海外の看板って感じ。変音環境、関節凍結、正常に機能できません。あ、固まってんのか。私の演技はどうだった？あ、機械なんだ。機械じゃない、人なんだ。へえ。私はロボット論理学者のパッティだ。最近ロボットの生活の実地調査をしていてね。ロボット研究者はロボットになりきれが信条さ。人間ってやつは何も分かっちゃいない。ロボットが関節が硬い模倣品、模倣品としか思っていない。哀れな奴らだよ。うん。言いたいことわかる。君の話し方はまだ練習が足りないな。ロボットはそんな風に話さないよ。私は手本を見せてやろう。人間ってやつは何も分かっちゃいない。頭のネジが緩んでるな。こっちのが人間らしいね。ロッキーの方がね。やーばー。なんか化け物の巣窟みたいなところあったぞ。マザー。落ち武者じゃねえか、あれ。ドッグビーフ、コミック、ブックス、はあ、漫画。あ、なんかそれっぽいの出てきた。ベーダ、ちょっとまだなの。何が？もういい加減にしてよ。適当に選べばいいじゃない。いちご味じゃダメ？だっていちご味は昨日買ったもん。じゃあスイカ味は？忘れたな？スイカ味は一昨日食べたよ。その前はバナナ。その前はイチゴ、レモン、ブドウ。あーもういい。これ行くまで選べばいいわ。明日の会員はトップクラスのレジ係になる。でも今日の会員は昼寝したいんだ。欲しいものあるなら自分たちで探してくれ。あー会員って、あ、角煮がある。おっか、めっちゃ高え。マジか。でもクラブアップルここでお目にかかると思わんかったな。ステーキ、あ、すごい電気がら唐辛子だって。へえ。電流流れるほど辛いって嫌だな。あ、リュックも拡張できるじゃん。リュック最大したいね。あ、できた。よしよしよし。これでマックスだね。マックスパーク。もう上がりませんよって言わんばかりのね。じゃあ、角煮と、ウォッカ。サンちゃん用にシュークリーム。よし、完璧や。いいよな、これ。
夏の味だよって言ってるけどめっちゃ外寒いんだよな。ツッコミどころ多いよね、相変わらずこのゲームはね。あれ？ジャスパー似てない？気のせいか。スターだって。飲みに来たの？悪いけど付き合えないよ。この人アルコールアレルギーなんだ。いやー、それは仕方ない。飲みたいなら飲めよ。俺はもう帰って寝たい。冷たいこと言わないで。私は帰らないからね。それより私の研究の話聞いてよ。最近発見した新しい星の名付けに悩んでるの。あなた小説家なんだから一緒に考えてよ。考えても無駄だ。どうせ君の上司に却下される。やってみなきゃわからないでしょ。センスねえんだな。この人か。あの、アグさんですか？ああ、僕がアグだ。よかった。あなたにお届け物です。お届け物？ああ、今月号がようやく来たんだな。どれどれ。僕の論文がきっと掲載されているはず。くそ、どうして載ってないんだ。編集部は僕の学説の価値を理解していないのか。この人すごいね、なんかね。いいね。ちゃんと聞いてる感じがあっていいね。じゃあ戻りますか。やっぱカード変わんない、カードっていうか変わんないね。ガチャ30個あるけど。もう終わったのか？素早いな。配達員の才能があるじゃねえか。そんじゃ、最後の配達物だ。未来ホテルにいる、イヴァン宛ての荷物だ。あれ？チャイムが鳴ると、なるほど。戻るのか。はいはい。まさに時の島だね。どうしてまた戻ってきちゃってるの？ね、ちなみに、アイテムは持ってるんだ。ああ。ただここで話しかけられるよね。おめえら早くしな。もう船出すぞ。一緒だね。もう永遠に繰り返すって感じか。ちょっと聞いてもいい？妻受け付けねえ。やっぱ受け付けないんだね。財宝いっぱい質問はなし。用法。で、これで乗らなければいいんだけどね。やっぱ乗るんだ。一緒一緒。霧が濃いとなんかあんのかな。一緒。全く一緒。はいはい。ここもセリフ一緒になったね。まあこれで配達をしないといけないんだけど、レナ、アグ、ママジャズ。
そうだね、結局またもらうんだよね。はあ、もう一回行こっか。もう一回やってみてどうなるかだな。ちなみにガチャも特に変わりなくでもお宝とか取ったままなんだ。あ、何を条件に、まあ、なんか巻き戻してんのかわからんけど、そうね、お届け物です。はい、あんまり期待しないで。何が届いたの？もしかして先に見た？なんだ、ママから年賀状よということで、ね、ちょっとだけ会話変わるね。もう中身知ってるからね。なるほど。はい、じゃあチップどうぞ。船長の手伝いの人たち？はいはい、そうです。親方、チップ届きました。入って。まあ一緒だね。ちょっと待って、あのね、このチップ、チップがどうかした？そのなんて言ったっけ、フィードバック回路が大げさになる。フィードバック回路、そう、あなたにもロボットの興味があるのね。はい、それじゃあ手術が終わったらいろいろ教えてあげる。あなたたち早く入って。親方、あんまり待たせると怒らせちゃうから。これ結末がどんどん変わってく。おい、何してんだよ。あ、やっぱ一緒かあれ、変だの、俺言いたいこと知ってたのか。まあいいや、サンはいつもシーちゃんだからな。ははは、俺はアイアンカービン号に戻るぜ。おい、ウィリアム、もう行くぞ。雪だるまちゃんね。白ければ何でもいいんだね、例えね。何よ、二人さん。ちょっとセリフが変わるだけ。確かに変ね。あなたがさっき言った通りになった。はいはい、チップのフィードバック回路に問題があるみたい。やっぱり昨日と同じなんだ。昨日もチップ届けたの覚えてなさそうだけど。そうなの？ダニエルを元通りにする方法はある？でも特別なチップが必要ね。感情抑制チップよ。制御チップか。感情制御チップ。それどこで手に入るか知ってる？私の記憶に間違いなければ、最後の一枚はフロイドに取り付けたはず。あれ、ソロモンの葬式に参加するって言ってたよ。それって時の島にいたあのロボットだ。まさかこんな時間に時の島に行くつもり？もちろん、感情制御チップを手に入れなきゃ。ダニエルの手術を成功させるためだよ。問題はそこじゃないの。島に行く便は、あ、1日1回だけなんだ。へえ。行くなら明日になるまで待たないと。あー、なるほど。これで戻るんだけど、結局やることをやって戻ってどんどん変えていくんだ、未来を。はあ。変わらず。よし、じゃあ時を戻そう。もう終わったのか。最後の配達誰だっけ。イバン宛ての荷物。このイバン宛ての荷物も先にもらっとくといいのかもね。時が戻る戻っていくよね。さあ、ここは一緒です。めっちゃへこんでるもんな。なんでまたここに。さっきまでここにいたよね。あの鐘、ジョンは鐘の音が聞こえた？聞こえた。駅と同じ。一体どうなってるの？あれ、フロイドだよ。
ほら、あっち。あ、奪ってやるか。フロイドが感情制御チップを持ってるはず。まあでもそれはある意味命を取るようなもんだしな。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。とりあえずね、また次いろいろこの解決していくんだろうな、時間が戻らないようにね。とりあえず閉じ込められてるっぽいんで、しっかりと解決していきたいなと思います。ではご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。